はい、今回はですね、まあ、森友事件ではないんですけども、このアパホテルのオーダー、3万6000泊以上のオーダーがですね、オリンピックが中止になったことによって、キャンセルになってしまったということなんですよ。そこでですね、アパホテルの社長が、まあ、こういう時にね、キャンセル料がなくったって乗り越えていかなくちゃみたいな強気な発言をしていますけども、ちょっと待ってと、オリンピックが延期になったってことは、例えば1年先にあるってことはね、また、ここの3万6000泊のオーダーってのが、アパホテルに戻ってくるから全くの損ではないから、それは余裕ですよねって話なんですよ。今回ね、大会組織委員会がアパホテルを名指ししてですね、ここにオーダーをすることを決めた裏には、やっぱりね、安倍総理とアパホテルの仲のいい関係が見え隠れするわけなんですよ。なんでアパホテルだけにですね、3万6000泊も大会組織委員会がピンポイントでオーダーするんですかってことなんですよ。で、今回はキャンセルされたけども、1年後にまた取るからねって言えばね、まあ、あんまり慌てることはないですよね。でも通常のね、宿泊施設なんてそうはいかないですよ。来年改めて予約を取っていただける保証もないし、それから1年間持たないわけですから、まあ、そう考えるとなんかね、この放送にはね、これスッキリの放送でしたっけね、これにはちょっとね、なんとなくね、嫌なものを感じますよね。一つはですね、オーダーがキャンセルになって大変ですねっていうことで、このアパホテルに同情を誘う。そしてもう一つは、いや、こんな時でも乗り越えていかないとっていうのね、アパホテルのこのインタビュー、社長のね、言葉で、なんか、さすがだな、アパホテルって思わせる効果。でも全部出来レースだったんじゃないかなと思うわけですよ。いやー、そういうことが、この記事に書かれていると思います。私もね、読まずに多分こんな内容だろうと思ってるわけなんですよ。まあ、これ読んでいこうと思いますけどね。まあ、ここで何が言いたいかっていうと、まあ、私、関係ないといえば関係ないんですけども、まあ、こういうふうにね、仲がいいと、指定を受けるホテルになれるっていうのがね、なんかちょっとずるいですよね。競争入札でもあれば別ですよ。その辺どうなんでしょうかね。わかりませんけどもね。まあなんとなく、人事ながら、ちょっと文句を言ってみました、今回。あんまりね、長く文句言うと、私の人格がバレますんで、今回はこの辺りで。